皆さん収録お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、あの放送に関するキーワードから皆さんのちょっとねプライベートの部分を掘り下げていこうという、なるほど、はい、企画なんですが、今回のテーマがですね、 VTR に登場したあの木更津の17歳の男の子がいたと思うんですけど、はい、はい、ということで今回はあの僕私が17歳の頃というトークテーマでちょっと語っていただきたいなと思ってるんですけど、まず二部さんどうでした？私は16歳でアイドルになりまして、で17歳が初めてのアイドルになっての誕生日を迎えた年だったんですけど、すごいファンの皆さんに握手会っていうイベントがあるんですけど、その中で生誕祭って言ってファンの皆さんがいっぱい集まってくださって、メンバーともうみんなでお誕生日おめでとうってハッピーバースデーのソング流れながら、本当ににぶちゃんお誕生日おめでとうっていうのをもう本当何百人の方に言っていただく機会がありまして、それがずっと忘れられないです。すごい経験、やっぱアイドルならではやつですね。本当にこんなにたくさんの方にお誕生日お祝いしていただいたのが初めてだったので、それがやっぱ思い出にあります。いやいいですね。誕生日やっぱそんな大勢に祝ってもらったことないもん。なかなかないですね。なかなかないですよ、ほんまに。誕生日どうされてるんですか、森さんは。私ですか。今年はもう一人で家でろうそくがなかったので、もう本当にちょっとライターみたいなやつをこうちょっとつけて一人で振ってやって終わりました。やる必要あったんですか、ライター。いや、一応その誕生日かみたいな欲しかったんですね。火を消すっていう行為だけはなんかしたんです。消したい。大事なことなんだ。振ってやって終わりました。今は寂しい。寂しいですね。はい、ちょっと一人には祝ってほしいところで。そう、ちょっといなかったので、はい、今回は残念でしたけど、お二人は17歳の時どうだったんですか。僕らはですね、17と言ったら、まあ、バンドをやったんですね。そうですそうです。僕ら小学校から幼馴染だったんですよ、もともと。はい、で小高大で一緒で、中1回僕転校して抜けたんですけど、ちょうど偏差値一緒やったら高校でもう一回頭が運命奇跡的すごい、はい、はい、で大学も偏差値一緒やったらそのまま行って、はい、ずっと一緒なんですよね。でバンドやってましたね、ずっと。バンド、はい、軽音楽部やったんで、知らないですか、僕らがやってたバンド。知らない。あれちょっとまだあの、はい、マサヤっていうバンドなんですけど。マサヤ、マサヤ知らないですか。バンド名が伝説のバンド、はい、ギターボーカルで僕はベースやってたんです。やってた。ひらがなでマサヤ。いや、あのローマ字、大文字ローマ字マサヤ、知らないですか。ダサ曲なんか一人男の子の名前意味で、はい、曲聞きますもんなら、聞いてみたい。ちょっと一フレーズ歌えるんで、いいんですか。お願いします。聞いたらでもあれかってなるかもしれない。あ、なるかもしれない、はい、なるかも。子供の頃いける、いける。低いパート行く、俺高い、高い。すごい、ハンモリまですごい、調整が入るの、ちゃんと。あ、すごいすごい、いける、ハモリみたい、ハモリみたい、高い方。いや、合わせる全然。あ、キー、すごいすごい、合わせられるんだ。いける、いける、テノールでいい。テノール、俺そう、せーの。誰よりも目立ちたい。なんて言ったんですか。これですよ。誰よりも目立ちたい。誰よりも目立ちたいじゃないですか。目立ちたいって言ったの。そう、まさやのファーストシングル誰よりも目立ちたいじゃないですか。あのハモる感じ出してましたけど、はい、ハモってました。完全にハモってましたね。え、はい、淡路下行ってたの。完全に下です。俺完全に上、はい、え、完全にユニゾンでした。え、それ学校の中では人気あったんですか。まさやですか、はい、あるわけないですよ。だって相方の高校頃のあだ名が変態ナルシストやったんですよ。それで下級生にいじめられてたんですよ。下級生の女からいじめあった。いじられてて、そうそう、はい、だからさ、僕らモテるわけもなくて、そんなね、やぼったい高校生やってましたね。懐かしい。苦い17歳という。苦い17歳です。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません。